どうも、コウズです。今回ですけども、5月2日ということで、場所はね、今元蓮沼の駅を降りて、味の素フィールド西ヶ丘に向かってるんですけれども、今日はアルビレックス新潟レディース VS、日テレベレーザーの試合ということで、現地観戦ね、さすがに東京、ね、関東来たらね、行かなきゃというふうなところで、ちょうどねスポンサーになってから初の現地観戦ということで、非常に楽しみにしてたわけですけれども、今日はですね、もう負けられないというか、もう勝つしかない状況なんですよね。新潟は今順位表的には3位で、1位の浦和がですね、もう勝ち点差9ぐらいあるんですよね。勝ち点47とかで、アルビは、勝ち点38で3位と、でその上に、2位のアイナク神戸が、勝ち点43ですか。だからアイナクとも勝ち点が5差あると。で、まあ、残り、最終節22節ですから、今回18節ということで、まあ、非常に、試合数も残り少ない中で、まあ、勝つしかないとこういう風な状況。そして今日アルビレディスね、橋川監督誕生日ということで、まあバースデー勝利っていうところもね、ちょっと期待したい部分だと思うんですよね。まあ、とにかく、上に食らいつくと、優勝を目指すためにももう勝つしかない、まあ、そんな状況ですけれども、相手の日テレベレーザもホームではかなり強いと、ホーム4連勝中3連勝中とかで、まあ、非常にホームを得意にしていると、まあ、新潟もホームではかなり強いんですけれども、まあ、そういった相手に、敵地に乗り込んで勝ち点3をゲットできるかというところが非常に重要になってくるというふうなポイントですね。やっぱ個人的な注目選手としては、まあ、川澄選手ももちろんそうですし、まあ、ゴールキーパー平尾選手もそうですが、まあ、前節、ね、劇的なゴール決めました滝川夢選手にちょっと個人的には注目したいなというふうに思います。非常にね突破力もあり、ね、シュートも決めれると、素晴らしい選手だと思いますので、まあ、またね試合を決めるゴールを期待したいなというふうに思います。で今日僕はですね、まあ、バックスタンドで見ます。なんかバックスタンド自由席だったんで、まあ、好きなとこ座れる方がいいなみたいな。メインスタンドはね指定席になってたんですけど、なんかその使用上の問題かわかんないですけど、あんまりねそのちゃんとなんか席選べたりしない感じがしたんで、まあ、バックスタンドでいいかなっていうような感じで今日はバックスタンドで見ます。で、スタグルだったりね、まあ、そういったところもちょっと紹介できたらなと思ってますので、ぜひお楽しみにというふうな感じです。強さで奮起して、そう目指す。
はい、というわけで、試合終了しまして、1対2で負けということで、
もうね、多分その動画 Vlog の動画の中でね、そのこれの前に多分映してると思うんですけど、あの川澄選手がね寄り添いながら、あのそのシーン、あったと思うんですけど、いやあれで PK はないって、あれで PK はない、さすがに。てか今日ずっとね審判おかしかったから、あんまりね、試合終わっ、もう結果はね変えられないから、そう。でも本当にちょっと審判、これ副審も含めてですけどね、本当オフサイドかとか、本当それ向こうのスローインかとか、そういうのも結構多かったですけど、もうなんか総じて倒れたら笛吹くみたいな、そういう風な審判だというような気がしますし、まあでも本当、まあ、こればっかりはね言ってもしょうがないですけど、試合終わっちゃったんで、まあ、試合自体はですね、まあ、非常に、なんだろう、やっぱ技術力の高いチーム同士という風な感じで、まあ、非常に見応えはあったんですけれども、まあ、ただやっぱりベレーザの方もやっぱミスが少ないし、まあ、押し込んで新潟陣内に押し込んでのチャンスメイクっていうのは結構多かったような印象があったんで、まあ新潟的には耐える時間が長かったような印象もありますけど、あの上尾上選手のねフリーキックからの同点弾で、いやこれいけるぞという風なとこだったんですけど、いやあの時間にあのプレーで PK はないってっていう、本当にそれに尽きる。もうさすがにあそこで1点差つけられるとなかなかメンタルにもきますし、あれもうね悔しくてダゾンでね、もうその場で見たんですけど、まあ、触ってないんですよね。そう、倒してないんですよ。そうだからあれはちょっとどうなのかなっていうのも思いますけど、まあサッカーはこれがあるのでね、まあ審判に泣く時もあれば審判に笑う時もありますから、まあもう終わったことをね言ってもしょうがないですけど、まあ、ただ本当にそれが試合の分かれ目というか、だったかなというふうに思います。まだね試合は続きますし、僕もね18日の広島戦、新潟行く予定ですので、とにかく勝ち続けて、もう本当に、戦い抜くというふうなところを、見続けたいなと思います。1試合たりともね無駄な試合っていうのはないですし、でも本当にね川澄選手が寄り添ってねこう肩叩いてるのとか見るとねちょっと涙流しましたよ、僕も。ちょっともらい泣きしてしまいました。いやあれはしんどいって本当。まあ、ただやっぱそれを跳ね返すだけのパワーをつけていかなきゃいけないっていう風に、まあ、ベクトルを自分たちに向けるっていう風な作業が、まあ、これも必要なのかなっていう風にポジティブに捉えるしかないかなという風に思いまして、まあ、我々もねポジティブに切り替えるしかないと。いやー非常に悔しい敗戦でしたね。まあ、ただ本当に試合は続きますから、とにかく、戦い抜くという風なところで、僕はねまだまだ当然これからもずっと応援をしますので、ぜひねこれでちょっと興味持ったという方、ぜひレディースの試合もね見ていただければなと、見に来ていただければなと思いますし、随時ね僕のチャンネルではこういった発信もっともっとしていきたいなと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。